就職活動って内定を取ってゴールじゃないんですね。内定を取ってからむしろ始まるんですよね。面接で落ちるっていうのはむしろその面接の段階で企業とのいわゆるミスマッチを未然に防げたということになりますので、僕は全然面接に落ちるっていうことも悲観的に捉える必要ないと思います。女の人の体から生まれ落ちた瞬間から就活っていうのが始まっていて、その1年のために今までどのような努力をしてきたかっていうのが試される場が就職活動なので、はいはい、だからもう中学校から普通の人間は就活してるの。どういう仕事に就きたいか、どういう自分になりたいかっていうのを想像しながら学校決めるじゃん。まず高校決めるじゃん。で、はい、その高校を決めてどういう自分になりたいかっていうのを考えた上で大学を決めるでしょ。だから就職活動どうしたらいいですかっていう人はちょっとはっきり言ってまだステージに立ててない。俺がお前らを救ってるから今。おいでこっちに。そんな心の扉を開けよう。